ともちゃん、ちかちゃん、ピアノの練習するように言ってるけど全然音が聞こえないな。ちょっとやってるか見に行こうと。ちょっとちかちゃん、ピアノの練習するって言ったじゃない。いつ言ったの？その人誰が言ったの？地球の誰？ちょっと待って、この漫画何？え、漫画読んでたでしょ。音聞こえてなかったよ。うわー、何この子たち、全然やる気ないし。やる気ない。あー、もうやだー。あー、この二人がなんかやる気になるような、なんか素敵なことが起こればいいのにな。そんなことないよね。ああ、何かないかな。ん？なんか今音がしたね。よいしょ、なんか届いたよ。よいしょ。え、なになにその箱。うーん、わかんない。は、これは、まさか、おとといバーバが言ってた。あれだ。何が入ってるでしょう。はい、わかった。シルエットクイズ。ヒントは、ちかちゃんが大好きなものです。3、2、1。うわうわうわあ、来たーわ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 ー。食べてます。開けて3秒で食べてます。ちょっと待って、今すごいものにつけちゃいました。お菓子の下に、あー、メロンだ。すごい、メロンだ。メロン来たー。すごい、さつまいも終わった。あ、さつまいもだ。で、なんか新品の下気になってんだけどさ。あ、これカボスだね。いろんな種類の芋が入ってる。え、口溶け芋だって。あ、なんか細長い電子レンジで簡単にできる芋とかっていうのも入ってるし、おやつミニサイズ芋。なんか芋だけでもいろんな種類入ってるよ。芋の数やばっていうか、みかんの数もやばっていうか、まだ夏終わったばっかりなのに、みかん、ラッキー、よかったね、ちかちゃん、みかん。ちかちゃん、みかんが食べたいから早く冬が来てほしいなって言ってました。すごい。そうね、バーバー便が来ました、宮崎便が。ね、これもすごい、チキン南蛮チップスって言ってますごい面白いもの入ってるよ。宮崎なると。はい、あとはマンゴーの素のゼリーもあるね、さすが宮崎。はい、じゃあもぐもぐ、とにかくひたすら食べてる2人です。もう撮影忘れて食べてます。ちかちゃんがこんなに皮がまだ全然5分ぐらいしか経ってないのに。バーバー、ありがとう。ありがとう。また送ってね。コアラのマーチは空気が抜いてあります。空気がパンパンで箱が閉まらなかったので。そっか、じゃあ空気を抜いてまでいろいろ入れてくれたんだね。うん、はい、というわけで謎の箱動画でした。じゃあね、バイバーイ。よし、じゃあこれ食べたらピアノ頑張れますか。うん、はい。よし、じゃあ頑張ろう。おー、もうみかん取る。